バッティング練習に臨むのはプロ5年目、打てるキャッチャー候補渡辺陸。一方、バッティングピッチャーとしてマウンドに立つのはなんと小久保新監督。来シーズン活躍が期待される若鷹のバッティングを自ら腕を振って確かめます。とここまでは監督に順調にアピールできたかのように見えたんですが、次の一言で状況が一変します。なんと野手出身でありながらスライダーも投げられる小久保新監督。就任会見で掲げていた美しさを体現するかのような巧みな投球術、これにはバッター渡辺も、まっすぐが来るのかスライダーが来るのか筋肉美しさならぬいやらしい配球に結果が出せない渡辺、とにかく打ちたいという思いからか、開き直って監督に言った若鷹の一言は、監督まっすぐお願いします、はい